こんにちは浦田健ですえついにですね、このテーマに切り込まないといけないかなと思って、えー、切り込みます。今日は仮想通貨のお話です、えー、不動産の専門家ですからね、私、あの仮想通貨とか株とか FX とかあまりですね、語っては来なかったんですけれども、私の周りの投資家もですね、この仮想通貨の投資をしている。ね まあ、投資じゃなくて投機ですねなんで皆さんですねこの仮想通貨に一喜一憂熱狂するのかをちょっと考えてみないといけないかなと。で不動産だけではなくていろんな投資がある中で、えー、アセットをねあのポートフォリオを組んでいくっていうことを考えるにあたってはこの仮想通貨っていうものが将来にわたって え主流になってくるだろうというふうに思うので、えー、あえてここでお話しするんですが、今回は猿でもわかる仮想通貨の話ということで、私自身がですね、どちらかというと猿です。仮想通貨持ってるの持ってません。で、なんで持ってないのかっていうのは、 このジブサルダというふうに辞任してますので、えいろいろ調べた結果、ですねこれはあの別にやらなくてもいいだろうというような判断でやってないんですが、この1月になって、ですねコインチェックっていうですね、えー、日本最大級の仮想通貨の取引所がハッキングされて、580億円もですね脱ぎ、えー、取られちゃったとで、26万人が被害を受けたということなんですね。 でこれ、いまだにです、ね、ニュースで話題になってますけれども、一番のやっぱり、えー、とリスクっていうのは、このハッキングですね、仮想通貨ですから、もう電子データなので、それを抜き取られちゃうと困っちゃうと、えー、実はですね、2014年にもマウントボックスって、渋谷に本拠地を置く、えー、この取引所がで、ハッキング被害を受けて、45億ドル抜き取られたっていう事件もあって、まあ、それがあって、このビットコインというものがあ世,世の中に知れ渡るようになったということなんですね。 でも仮想通貨はもともとどういうものだったかというとスマホゲームなんかでいろんなコインをですねやり取りそういった代物のものだったんですね大体2009年ぐらい8年9年ぐらいに,らいに、えー、まあできたそのブロックチェーン技術っていうものがですねこれ学会で発表されて でいわゆるその趣,味のその趣味の仲間の間でこういったビットコインのやり取りっていうのをされていてある日、えー、あるきっかけがあって、まあ、これを物と交換して貨幣としての価値を持つようになったということがあります。これ、ピザを、ね、実際に買ったということなんですけども仮想通貨はです、ね、ビットコインだけではなくて有名どころでいうとイーサリアム、リップル、ライトコイン、ネーム今回、ね、あのコインチェックで抜き取られたのはネムという仮想通貨なんですけども この他にも何,何通りもあるんです。何十通りもあって今いまだに増え続けている僕はですねこの仮想通貨のでものを買うとかっていう時代は来ると思ってます,てますけれども買わない今はなぜかというとボラティリティが高すぎるね いわゆる確率の高い宝くじを皆さん買ってるような感覚なんですね。で、なんでこうやってあのみんな熱狂するのかっていうと、発行数が決まってるんです。発行数が決まっていて、欲しい人が多いので、こうやってあの価格まあ高騰していくということなんですけどね。で、実物資産でいうと金みたいな性格のものですね。要するに、要するに発掘できるものが、その総量が、えーとえーえー、ビットコインの場合は2100万ビットコイン。 と、えー、というこ実なそのうちの76%がもう発掘されていると発行されているということなんですが、えー、オリンピックイヤーごとにその発行される数量というのは半減するというふうに決まっていましてです、ね、実は、えー、もう76%発行されてますが全部発行され尽くせるまではですね、えー、あと100年以上かかるということになって いますでこれ発掘発掘って,って言ってますけどこれ何かというとですねこれブロックチェーン技術っていうのは一つ一つの取引がですね、えー、全部一連のこのチェーンになってつながっているとだから発行してから、えー、次の人に渡ってその人がまたつな、えー、使ってっていうねこの取引の名声がずーっと連なっていると。 え正しいその,そのやり取りなのかっていうのをこうマイナーと言われる人たちがですね一生懸命計算するんですねもう膨大な電力とですねもう膨大なマシンパワーを使って計算すると世界中の取引をこれをえ一番最初にえ計算式合ってるよっていうふうに計算した人がビットコインをですねこう新しいビットコインを総取りできると。 で、今16点、16.、ごめんなさい、12.5ビットコイン、総取りもらえるっていうことなんで、今の価値で言うと、えー、1900万円ぐらい、えー、もらえちゃうと。一人がですよ。で、その10分ごとにそれをやっていって、えー、で、ブロックチェーンが正しいということを確認している。だから、例えば今回、ネムが抜き取られたということですけども、抜き取られても使うことはできないんです、ハッカーはね。あのー、情報が違いますから、なくなっただけと。 いうことなんでえブロックチェーンの技術的にはあのこれを復活させることもできるだろうという,いうふうに言われてますだって使えないからね誰がビットコインをこのビットコインを持ってるのかっていうの所有権っていうものが全部記録されてますのでただそれをあの復旧させるためにネム財団っていうのがヨーロッパにあってですねそれのプログラム作らなきゃいけないとかお金の問題とかいろいろあってですね復旧には時間かかる。 ね、で、今回、コインチェックはです、ね、現金でえっと返金460億円分を26万人に対して返金するというふうに言っています、まあ、多分このコインチェックという取引所もです、ねえっと、仮想通貨投資をしていて、まあ、その含み益で返すんだろうというふうに思いますけれども。 あの実際にまだ返金されてはないので、まあ、金融庁も本当に返金できるのか、ちょっと懐疑的な部分もあってね、あの実際にえーどうなるかって分かりませんけれど、システムの脆弱性がですね、あのー、まあ一つのリスクになっているわけです。なので、ハードウォレットといわれるものに、あのー、自分の,その仮想通貨をちゃんと移してですね、ウェブ上で置かないっていうことで、 えー、そういうやり方をです、ね、推奨されてもハードウォレットに入れてしまえば抜き取られることはなくなるのでねまだそういったセキュリティ対策っていうのもあのまだ発展途上の中での事件なので。 えー、だからといってです、ね、仮想通貨がダメということには僕はならないと思います。でこの仮想通貨っていうのは実際に使える店舗ってが増えてるんですね。今日本だと4000か所ぐらい世界中でもどんどん増えてまして例えばあのアメリカに旅行するヨーロッパに旅行するその時に空港で、えー、現地の通貨に両替をするわけなんですけども高いところだと、まあ、新興国ですと 7%8% の手数料取られますからね。それを まあ仮想通貨で決済できてしまえばその手数料はいらないねえー、なのでこ世界通貨になりえると。 それから中央銀行が存在しないので景気がいいときにはあの閉めて景気が悪いときにはお金を吸って供給してですねその通貨を下落させちゃおうでインフレに持っていこうで景気を回復させようみたいなことが理論上できませんのでどっかの政治の思惑に左右されないというのがあります。あととと取取引引所所ですね今回ののよよううななコインチェックのような取引所を通じてドルかか円とか それからユーロのの通貨に交換できるというのがあります。あとは海外送金ですね。今、日本から海外を送金するときにはですね、いろんなエビデンスを出せとかです、収入証明を出せとか、うるさいこと言われますけれども、あのー、仮想通貨の場合にはそういったものがないし、手数料も安くて済むと。ということで言うとですね、この仮想通貨は世界で使える Suica や PASMO のような存在になると。 いいう,うに思います日本国内でもパスモとかですね、Suica は関西では使えなかったです、昔はね。えー、関西だと i c o a とかですね、えー、札幌に行くと北 t というカードだったり、九州行くとすごかというね、ちょっとあの笑っちゃうようなあの名前のカードがありますけども、それが相互乗り入れをできるように最近になってですね、どこ行っても Suica で決済できたり、コンビニで買い物もできたり、世界あの全,あの全国のね、 なってまますので、まあそういう,ふうにに、えー、年後世界をくるくるくる買おうということなんですけど今買いたい人が多いのでボラティリティが高いと。でやっぱりこの世界中で使える日本中で使えるところが増えてくるとで、えー、ボラティリティが下がって安定してきますのでその時に買ってもいいんじゃないのかなと僕は思います。 だからあのみんな欲があってね、あの宝くじ買うよりも確率がいいんじゃないかみたいな感じで,で、すね安い時に買って、高い時に売るとかね、で実際にはあの税制がです、ね、雑所得になるようですので、えー、実際にはもう半分ぐらい税金取られちゃう、今の税制だとね、いうふうに、えー、言ってますけれども、実際には含み益で一喜一憂してるだけで、あの換金したらもう減っちゃうので。 ということになると税制がまだまとまってないので売るに売れないとふ含み益に対して一喜一憂しているというねでこういったあのコインチェックのようなそのハッキングの被害があると。 なんかまあこう家族うは悪いんじゃないかみたいなね、ネムは持ってないんだけど、コインチェックが閉鎖になっちゃったので、他の取引もできなくなって、ですね損切りもできなくなるみたいなね、こうババ抜きみたいなことはやめた方が僕はいいと思います。で、大家さんはもう家賃収入を得て、それ以上のお金をね、えー、正直、もう稼ぐ必要ないんだから、本当に宝くじを買う感覚で、もうお小遣いの範囲でやるんだったらいいんですけども、基本的に投機ですから。 なので、えーと、僕はもうそこからはあの、そこにはもうかからない。供給が安定して、もういろんなところで使えるようになって、ボラティリティが下がってから、えー、買うんでいいんですよ、僕は。別にお金込め合ってないのでね。 発展途上ではいろんなその試練があってねあのこういった今回のようにハッキングの被害とかも多くなってきますけれどもその都度セキュリティが強化されて使い勝手のいいものにセキュリティの高いものになっていくんだと思います仮想通貨の取引は陶器ですからね、えー、ちょっと高くなったからってちょっと賢い投資家気取りしないようにね、えー、買って株のを占めるということわざもありますけれども基本的には宝くじですから 失敗してもあのダメージのない範囲でやってくださいまた機会がありましたらこの仮想通貨の話まだまだ深い話ありますのでお話ししたいと思いますそれではまた次回お会いいたしましょう